今日天気良くてよかった。めちゃくちゃ天気良くて気持ちいい。街自体が結構こう静かで、ね、閑静な住宅街っていう感じですけど、しかもなんか、うんうん、このもうこの感じからこうちょっとノスタルジックな雰囲気が、うんね、漂ってて、するよね。これが内子座、ここだ、すごい。でもすごいよね、木造のこの立派な2階建て、すごい。内子座は大正5年に大正天皇の即位の来店を記念して建てられた芝居小屋です。すごいね、江戸時代から。しかもさ、これここさ、うん、国のなんか重要文化財、文化財、指定文化財に指定されてるよね。そうよね、そうそうそう、文化財よね。あ、本当だ、書いてる書いてる、ちょうど、うん、重要文化財に指定されてる内子座。香りが、香りがなんていうの、このちょっとこう歴史を感じる香り、ちょっとなんかおばあちゃんちとも違うよね。なんて言ったらいいんやろでもこのなんかやっぱ木造だから、この木のこうちょっとね、お寺とかお城とかに入った時のやっぱ木の香りかな、すごいいい香りがする。じゃあちょっと中に入ってみましょうか、うん、かっこいいよね、このなんだろう、あれかな、ポスターみたいな感じだったのかな。へー、入ろうか、じゃあ行きましょうか。ちょっとなんかドキドキする、ね、すごい、これ客席、おだってここでいろんな、ね、方が集まって娯楽を楽しんでたって思うと、なんかすごい不思議な感覚になるね。そうよね、うん、これがマス席っていうやつよね、うんうんうん、ちょっとなんか座ってみたいよね、座ってみようか真ん中の方のちょっとあの前の方行く、あっち行く、わあ、なんかいいねこの辺に座ろうか、ちょうどここクッションあるし、よいしょ。いやでもなんか割とこうコンパクトな感じだから、うん、 そうだね、うんうん、その役者さんとのこう距離感が近いよね、うん、ちょっとせっかくだから花道と舞台の方も歩いてみようか、うん、行ってみよう、行ってみようなんかなかなかね、こんな機会ないもんね、舞台で何かするって。そうよね。でも実際ここって今もその、うんうん、あの舞台として使われているというか、うんうん、たまにこうここで、ね、そうそう、イベントされてたりとか、そうそう、演目が行われたりとか。わ、花道、花道すごいね、花道から客席見るとこういう感じなんだね。ね、こうやって近いよね近い近いあ、すっぽんだって、あ、これ花道の幽霊だったりとか、そう、妖怪を死としてせり出すところ、ここからってこと、じゃあこれ動く、動く、開くんだね、あ、ちょっと本当だ、ね、動くね、動くもんね。へー、そして舞台、わっ、ちょっとこれなんかこんな感じで見えるんだ、ね、いやこれはちょっとすごい、すごい。いやだってもう2階席とかもちょっとね、後で行きたいなと思うけど、うん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 、隅々まで見えるね。でここさ、舞台のがすごくこうぐるりと、はい、ね、回り舞台って思うかな、これが動くようになって場面転換とかするのかな、ねね、それからセリ、ここからピョンって飛び出すやつね。そうだ、大道具を奈落から押し上げて出す、はい、そう、そして奈落入り口、ちょっと行ってみな。そう、一番気になるよね。なかなか、そうなんかね、奈落に落ちるとか言うじゃん、うんうん、言うよね。その奈落ってこの奈落ないよね。うんうん。そう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 。勾配がきついため。足元にご注意ください。お、すごい。結構急な階段ですよ。おお。ちょっと気をつけながら。潜入っていう感じ。うん、すごいね、石が積まれてる、基礎が石なんだね。うわあ、すごい、石でこう囲われてて、内子座が落成した時、奈落は人が立って歩けるようなものではなく簡易なものだった。地下水が完全な形になる、なるほどね、
でもやっぱ舞台だったり花道の床下の総称のことが奈落で、昔はもう真っ暗でまるで奈落地獄の底のようだったということから呼ばれています。こっち行く、こっち行こう、さっきの舞台のちょうど下あたり、競りのところ。確か今はさ、こういう照明がついてて、ね、こうちょっと空調も効いてて涼しいし、そんな暗くないけど、当時ってもう真っ暗って、ちょっとジメッとした感じもあったんだろうね。役者さんの大道具を奈落から舞台に上げたり、これを人力で今でもやってるんだ。へえ、どうやってあげるんだろう ね。これをギュッて、しかもなんかちょっと迷路みたいじゃない、思ったちょっとどっちから来たか分からなくなるような。左かな、こっちかな、こっち行ってみる、行ってみよう。すっぽんね、さっき花道のところにあった、ね、あ、こうやって続いてるんや。へえ、すごい。で、奈落は終わりか、なるほど。階段は急です。よいしょ、やっぱ急勾配やね。ねえ、うん、よいしょ。わあ、すごい。また2階から見る景色はまたちょっと違う。これはこれですごい視界が広くなってすごく見えるね。いいね。なんかよくさ、あのちょっと江戸時代とかのさ、うん、写真にさ、こういう芝居小屋にすごい人がひしめき合ってさ、教科書とかで見たよね。そう、見るじゃんなんかそんな、あ、すごい全体が見渡せて、うん、2階も2階でいいね。いいね。なんかどれだけの人がここに押し寄せて、いろんな作品をね、歌舞伎とか見てきたんだろうね。ちょっと想像するとワクワクするね。確かに。いや、本当に内子はね、ちょっとこういうノスタルジックというか、うん、古き良きものが残ってるんで、うんうんうん、ね。